ちょっとね、お肌のシワが気になってね、シワがね、こう、ピンってなるね、クリームを塗ったんでございますよ。そしたらね、つけすぎたんでしょうかね、ボロボロになってしまいましてね。これはちょっと考えもんでございますわね。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよといった感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。今回はぽっちゃりアラフォーみんみんさんの初コラボ。ブランドはミールのぽっちゃり必見、楽ちんなのにスタイルアップできるアイテムを購入してまいりました。それがこちらですね。スリット入りナロースカートです。なお、こちらのアイテムは一部店舗オンラインのみの販売となっております。ただ一部店舗もいきなり減ってしまって、フナピーは激おこでございます。商品情報はこちらでね。一部店舗オンラインともサイズは LL と 3L で、フナピーはオンラインおすすめの 2L ではなく 3L にいたしました。ちょっとね、心配だったんでね、ワンサイズ大きいのにしてみました。そしてカラーバリエーションはこちらの中ハイグレーって言っておりますが、黒に近いマットなグレー、もうなんならブラック黒って言ってしまってもいいと思います。それと中黒のキラキララメの入った光沢のある黒、2色展開となっておりました。お値段は税込み1419円でございますね。はいはい、大きいサイズのコーナーのみんみんさんのイラストが目印でございますわね。ポリエステル 95%、 ポリウレタン 5% の素材で、細かなランダムリブの柔らかくてストレッチ性のある生地となっております。裏地はございませんが、透け感は気になりません。ただレギンスを履いて着用した時に静電気のまとわりつきがちょっとだけ気になりました。エレガードとかね、ちょっとシュッとやっといた方がいいんでしょうか。そしてぽっこりお腹に大きなヒップで下半身が気になるフナピー、リブのナロースカートはかなり難易度が多幸ございます。だからいつもね、試着して、ああやっぱりダメかって諦めることが多いんですわ。でもこちらのスカートは気になるラインを拾わない奇跡のリブ素材の紙ナロースカートでございます。ウエストは前はフラットのように見えて一周ゴムとなっております。後ろは真ん中がステッチされていてヨレ防止となっています。あると嬉しい両サイドのポケット、ただちょっとね、存在感がございますわね。そして絶妙な位置のスリットもございます。センターよりも少し左の方に寄ったスリットでございますわね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらみんみんさんのスリット入りナロースカートでコーディネートしてみたいと思います。オミさんのストライプシャツを羽織り、
トップスはアクアヒストリーのロゴプルオーバーに、履いてる靴はムムさんのスニーカーでモノマネコーデをしてみました。トップスアウトで正解、ナロースカートのカジュアルコーデでございますわね。はい、そして今回購入したミンミンさんのスリット入りナロースカートでございますわね。一応ね、分かりやすく今アウトにしていますが、インにして着用してみたいと思います。トップスをしっかりインをしたらこんな感じ。ランダムリブに程よいゆとりもあり、生地に厚みもあるので気になるライン、ぽっこりお腹だったり、そう、一番気になるのはこの太もものね、こういった肉感、そしてヒップの肉感でございますわね。いかがでしょう。全然気にならずすっきり見えます。そしてストライプリブで縦のラインを強調してよりすっきり見えるんでございますわね。ウエストは幅広なゴムで、フナピーのぽっこりお腹を食い込ませるようなことはございませんでした。楽ちんな履き心地でございます。そして生地はストレッチ性と、前にスリットがあることで動かしやすうございます。はい、こんな感じ。あ、ボケって言ったそしてスリットの位置も絶妙な位置で、ちらりと見えても綺麗なラインで見えるのも良き良きでございます。ただやっぱりね、残念なのはポケットでございますね。このポケット、はい、こんな感じ。ポケットの生地の厚みか、はたまたフナピーの腰広でヒップで面積を取られてしまって、こういう風になってしまったのか分かりませんが、このポケットのね、広がりが若干気になります。そして静電気ですが、ストッキングを履いてるときは全然ね、静電気は気になりませんでした。では次行ってみましょう。トップスはリアフルプチュア屋さんのサイド切り替えフード付きプルオーバーに、履いてる靴はムムさんの編み上げブーツに、持ってるバッグもムムさんのかぶせバッグでコーデしてみました。ボリュームあるトップスこそこのナロースカートが活躍いたします。色のメリハリとぽっこりお腹との空間で、目の錯覚ですっきり見えるわけでございますわね。では次行ってみましょう。トップスはユミさんのタルバイユミのフロントタック2way ブラウスに、胸元には大きめなビーズのネックレスをつけて、ブラックのパンプスと千鳥格子のバッグでコーデしてみました。トップスはウエストタックで強制的にウエストを作り、引き締めブラックのナロースカートと合わせれば、すっきり着痩せきれいめコーデが仕上がります。今回はミンミンさんのブランドはヒールスリット入りナロースカートでコーデいたしました。アウトで正解、ナロースカートのカジュアルコーデ、
ボリュームあるトップスこそ活躍するスッキリ目、矯正くびれで着痩せきれいめコーデ。さてくなぴーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでくなぴーのシノパソ&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。くなぴーはグーにいたしましたわよ。いかが？エレガードとかね、ちょっとシュッとやっといた方がよろしいわす。よろしいわす。おい、大丈夫か？ポコリはなか？大丈夫よね。大丈夫ね。ちょっと若干心配になった、急に。そういうこともある。